こんにちは、写真家の井上博樹です。こちら北海道では爽やかな初夏の風が吹き始めています。秋巻小麦はぐんぐんと背を伸ばして、つい2週間前まで鮮やかな緑色をしていた穂先はほんのり黄緑色になり始めています。まるで大海、大きな海の波のような畑。左側には春巻小麦の緑の絨毯、その右には大豆でしょうか。さらにその右では何かがようやく芽を出し始めています。丘の畑の中に走る道端では、キツネ母さんが相変わらず子育てに忙しそうにしています。子キツネはというと相変わらず勝手にやっています。まあそこが素敵なんですけどね。こちらは一人遊びをしている子キツネ。北海道の初夏は朝方15度以下まで気温が下がっても、日中は30度近くまで上がるので、子キツネたちは日中は涼しいところで昼寝ばかりしていて、夕方から朝方にかけて夜遊びをするようになります。キツネ母さんの留守の間、あちこちへ小さな大冒険を試みる子キツネたちの子守りをしていたのは、精悍な顔をしたキツネ父さん。その横顔はまるで狼のように鋭く素敵でした。さて、以前にお話をしていた撮影データを貯めておくストレージがなくなっていて困ってるという件ですが、ようやく解決に一歩前進することができました。今回は撮影データのうち現像や編集後のアーカイブ用のストレージの運用について、シノロジー社のNASを導入したというお話をしたいと思います。これまで井上は撮影してきた全てのデータを外付けハードディスクケースであるドロボーに格納してきていました。ドロボーならではのレイドが組まれていて、とても扱いやすく、そしてデータを失う可能性がかなり低かったので重宝していたんです。ただそのメーカーが倒産してしまってサポートが終了したんですね。深刻な事態になっていました。どうにもならなくなる前に対策をしなければいけない。別の外付けハードディスクケースが必要になってるんだということまでお話をしてきたと思います。以前にご紹介していた井上の撮影データ取り扱い図がこちらです。ぐちゃーとなってるように見えますが、一つ一つ意味があるんです。今回クラウドにデータをアップする部分は割愛しながらお話しするとして、まず撮影したデータはノート PC に接続した外付け SSD にコピーされます。その外付け SSD の中には Adobe Lightroom Classic のカタログも入れておいて、撮影遠征中の空き時間にセレクトや現像を進めるということをしています。そしてその撮影遠征のロー現像が終わって、納品も終わったら、スタジオにある超大容量の外付けハードディスクの中に撮影データを格納していきます。この超大容量のハードディスクの中には、井上が撮影してきたほぼ全てのデータが入っていて、そのデータを母なる PC と呼んでいるスタジオの PC にインストールされた Adobe Lightroom Classic のカタログ、母なるカタログで管理をしています。撮影遠征やイベント撮影、月ごとの撮影のデータをそれぞれ管理していた外付け SSD の中にある Adobe Lightroom Classic のカタログを、この母なる PC の中にあるカタログに統合するんです。その時に撮影データであるローのデータっていうのは、母なる PC ではなく超大容量の外付けハードディスクに入れるという運用をしています。もし撮影したローデータを母なる PC にどんどん入れていってしまうと、母なる PC ってパンクしちゃいますからね。超大容量の外付けハードディスクに入れるというのが、まあ、価格的にというかですね、運用コスト的にリーズナブルなのかなと思っています。ただこれを磁気テープにしてしまうとデータの書き換えが大変になるんですね。そうするとやっぱりコストのことを考えると、ハードディスクというのが一番安くなってくるのかなと思います。今回懸案となっているのは、皆様もお気づきのように右下にある超大容量の外付けハードディスクだったということです。ここがドロボーだったんですね。このドロボーの代替に期待したい性能としては、8米以上の筐体であること、転送速度はできるだけ速く、ドロボーはね、サンダーボルト3の接続でした。これ速いんですよね。 40Gbps です。で、あとは複数台の連携が可能ということで、連結可能とかね、台数を増やしていきやすいというのが期待されることでありました。あとはネットからアクセス可能な NAS 機能を持っていたら素敵だなと思います。これは井上が使っていたドロボーにはない機能でした。そして大事なのが、信用できるメーカーでユーザーが多い、そういうねところがいいのかなと思っています。これらの要件を満たすような超大容量の外付けハードディスクケースがないか探していたところ、視聴いただいている皆様のコメントや、シノロジー社の反社である株式会社フィールドレイクさんからのお声掛けがあって、
日に日に魅力的になっていたのがシェノロジー社のナスでした。今回期待したい性能のこの8ベイ以上という部分についてはシノロジーは2ベイから複数ベイの展開をしています。転送速度はできるだけ速い方がいいという点についてはサンダーボルト3とか4ほどではないものの 10Gbps の LAN の転送が可能です。また複数台の連携の運用というのもこれできるっていうんですね。型番のアルファベットの後ろ2桁の台数だけ拡張が可能だということなんです。またネットからアクセス可能な NAS 機能を持っていたら素敵っていうのはまさにその NAS のブランドがシノロジー社だったわけですよね。信用できるメーカーとユーザーがたくさんいたらいいなという点についてはまあ確かに最近周りで使ってる人も増えてきているし、どこの国で生産されてるかっていう点についてもまずまず安心できるかなというところがありました。こうやって見るとシノロジー社の NAS は期待したい性能要件をクリアしているなと思います。このような中、期待している性能との関係で選んだモデルは DS1821 プラスというものでした。さあ、今回導入したのがシノロジーの DS1821 プラスです。8つのベイがあるので、この筐体で 3.5 インチのハードディスクを最大で8本運用することができます。その大きさは8本のハードディスクケースとしてはまあ一般的なものなのかなと思います。この NAS の筐体にはハードディスクがついてこないので別にハードディスクを用意しなければなりません。今回はシノロジーブランドのハードディスクをインストールします。容量は 16TB のものを8台。シノロジーブランドの HAT3300 という家庭や中小規模向けの常時稼働用のドライブです。シノロジーの NAS での動作保証はもちろんのこと、シノロジー上からのファームアップの更新までできて、これは安心かなと思って選んでいます。もっとも同社のウェブにはウェスタンデジタル、東芝、シーゲートといった他のメーカーのハードディスクの互換リストも公開されています。どのメーカーのどのハードディスクを使うかは好みが分かれるところですから、こういったリストが公開そして更新されているのは素敵なことなのかなと思います。ただ必ず常時稼働用の NAS 用のドライブを選ぶということを忘れないようにしましょう。ハードディスクドライブのインストールはとても簡単で、ハードディスクドライブをシノロジーへ正しい向きに差し込んで鍵をかけるだけなんですね。付属の説明書を読めばスイスイと準備を進めることができます。さあ電源を入れましょう。 PC 側での説明は付属の説明書や YouTube で紹介されている方がいらっしゃいますから、ここでは井上の使い方に合うものなのかどうか見ていきたいと思います。早速データ転送速度を測ってみましょう。遅いかな、ちょっと遅いかな。昔使っていた外付けハードディスクより遅いです。 USB3.0 接続のハードディスクの半分ぐらいの速度しか出ていないです。これはやっぱりネットワーク経由の宿命でしょうか。井上のネットワークどっか遅いのかもしれません。で、速度を上げたいのでネットワークの見直し、そしてシノロジーのパワーアップをさせていきたいと思います。やれることを一つずつということで、まずはメモリの拡張です。デフォルト状態では筐体の中に 4GB のメモリが1枚だけ装着されています。メモリを装着する例は2つあって、シノロジー社のウェブで確認するとこのモデルの最大メモリ容量は 32GB のことですから、 4GB のメモリを外してそれぞれのレーンに同じ規格の 16GB のメモリを装着して合計 32GB の運用をしたいと思います。そのやり方は簡単、蓋を開けて外して差し込むだけです。さあ速度を測ってみましょう。あれ、ほんの少ししか速くなってないですね。しかもまだ遅い。メモリの増設はスピードテストの結果に大きな影響を与えないようです。やはりネットワーク環境を整える必要がありそうなので、 LAN をデフォルトの 1GB の LAN から 10GB の LAN に変更しようと思います。今回導入したシノロジーの DS1821 プラスはデフォルトでは LAN が 1GB なのですが、 10GB 仕様のカードをインストールすることができます。ケースを開けてぐさっと差し込んでネジで固定するだけです。かつて自作 PC で遊んでいたのが懐かしい感じですが、あれよりも簡単です。 10GB の環境を構築するためにはネットワーク上にある全ての機器が 10GB 対応機器でなければなりません。このカードのインストールで NAS 側の環境が解決しました。
LAN ケーブルもカテゴリー 6A 以上のものに変更しなければなりません。また PC 側の機器が対応しているかも確認しておきましょう。 PC 側に 10GB 以下のこの LAN に対応した差し込み口があれば OK です。井上の環境の場合、デスクトップ型の大きな PC には 10GB のポートがあったのですが、ノート PC には残念なことにありませんでした。そこでサンダーボルト3 10GB イーサネットアダプターを使うことにしました。これはバスパワーで給電されるので電源ケーブルが別途不要でいい感じです。ちなみにこの製品は Windows と Mac の両方に対応しています。さあ 10GB の環境ができたので早速転送速度を計測してみましょう。いやーいいですね。これね、これですよ。これ針の動きが全然違います。バイーンって動いてますよね。これ眺めていたくなる。700超えましたよね。いいですね。書き込み700超えるって嬉しいな。で読み込みは1000ですもんね。では実際に使うときに転送したいデータを使って比較をしてみましょう。その差は歴然としていました。ある撮影の遠征中に撮影していた写真を管理しているライトルームクラシックのカタログの転送をしてみます。カタログの中には生の撮影データであるローやロー現像時のパラメーターなどが含まれています。 112.85GB ほどの転送したのですが、 1GB の LAN 接続の時は1時間ほどかかって転送ができたものが、 10GB にすることで10分ほどで転送が終わりました。1時間かかった転送が10分、これは素敵ですよね。こうやって体感できるというのはとても嬉しいです。噂に聞いていた 10GB の LAN が早いというのは本当でした。これは良かった。いやー、やって良かったですね。無事にシノロジーの NAS の導入ができました。1GB の LAN 接続の時の速度があまりにも遅くて大丈夫と思ってしまったのですが、 10GB の接続にするとシノロジーは水を得た魚のようになることを実感しました。以前にとても困ってるとお話ししていたことがこれで解決です。クラウド以外の部分で考えるとこんな感じで撮影データを取り回すことになります。もっとも問題は膨大なデータの引っ越しにかかる時間です。これは少しずつ進めていくしかないのかもしれません。今回は株式会社フィールドレイクさんの提供によってシノロジーの NAS の導入についてお話をしてきました。これまで井上が使ってきた大容量ハードディスクケースにネットワーク機能が搭載される NAS に格上げされることで、これまで撮影してきた全てのデータに出張先からアクセスできるという大きなメリットを得ることもできました。今回はハードディスクが8台も搭載できる大きなモデルを紹介しましたが、2台で使えるというエントリーモデルもシノロジーは用意しています。皆様の大切なデータのバックアップ先の候補として検討してみるのも良さそうです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。